はいどうも、またお久しぶりのビチマイです。約2ヶ月ぶりぐらいになっちゃったのかな。まあちょっとここ最近忙しくてですね、ちょっと背景も変わったと思いませんか。まあなんでかというとですね、ちょっとね10月にですね引っ越しをしましてですね、それでだいぶバタバタプラスまあ育児もねたくさんありましてですね、仕事もありましたということで、はい、こんにちは。ということでまた2ヶ月ぐらい空いちゃったんですけれども、まあ普通の投稿もねしようかなと思います。で、頭もちょっと映ってると思うんですけど、娘たちもね周りにガンガンいるので、まあ声とかも全然入ると思うんですけども、そこはご了承くださいませ。ということで今回はですね、結構簡単にできるスピン系のフラリッシュのご紹介でございます。まあスピンって言ってもちょっとだけスピンするだけなんですけれども、まあ結構初心者から中級者向けのフラリッシュなんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。とりあえずこんな感じのフラリッシュです。まだフラリッシュというよりカーディストリーの方が通用するのかな。こんな感じのカーディストリーです。はい、こんな感じでございますね。まあスピンのところって言ったら最初のこう回るところだけだと思うんですけど、あとここかこの辺のところかな。こんな感じのフラリッシュでございます。まあ応用もね結構効くものでございますので、ちょっとちゃちゃっとね解説していきたいと思います。はい、それではこちら側から解説していきます。まずですね、5枚から10枚ぐらい、10枚ちょっと多いかな、8枚ぐらいかな、限度でも 1,2,3,4,5、 はい、5枚ぐらいですねが一番最初はいいかなと思います。5枚ぐらいはですね適当にこうリフルして、まあこれぐらいですね、これ6枚ぐらいかな、6枚だわ、をのように持ったら、右手の薬指と親指でこんな感じで角っこを持ちます。そしたらですね、中指で回転させます。こんな感じリフルして、このようなポジションにしたら中指で回転させます。で、そのまま中指と人差し指でカードシュートスライドさせて取っちゃいます。こんな感じになりますね。そしたらこの取ったカードをヒューッと回転させながらこっちに戻します。そしたらこちらはちょっとこう戻してですね、中指で回転またします。そしたらまたキューと戻して、このようなポジションになりますね。そしたら親指と人差し指を起点にしてくるーんと回します。まあ、爪の先で持つことによって今みたいにですね回るっていう感じでございますね。こんな感じです。そしたらこちらをシャーリーカット1回して下に入れる、でまた人差し指で押してパタリっていうエンドでございます。まあ、流れで言うとこんな感じです。やってみると気持ち上げてくるんシュッとってきて、してくるん、ここでくるんで、シャリカットシュッ戻すパタリっていう感じですね。これが多分一番スタンダードかなと思います。仕上げるくるりんで、この時に余裕がある方はシャリーカットだったりとか、レボリューションカット右手、あ、左手でやってもいいかなと思います。動作同じにしてっていう感じですね。戻します、くるりんで、ここでまたシャリカット1回やってもいいですね。もうシャリカットかレボリューションカット自由にやってみてください。こんな感じでございます。まあ個人的に難しいなと思ったのは、この後ですね、この後回転するときにですね、指の位置によってはですね回転すごいしづらくなったりとかするので、そこはですね指のポジションを自分でぜひ考えてやってみてください。あとはですね、多分慣れてない方だとここの回すところがですねちょっとうまく回せないと思いますので、爪の先ですねで当てて中指、アクスル指か、こういう風に回転ちょっとさせて、こういう風に回転させるという感じですね。まあ、これだけの練習もねしてもいいかなと思います。まあいろんなフラリッシュもね使えると思うので、こうやってくるんって回す練習もぜひしてみてください。はい、次女がめっちゃ喋ってる。はい、あだ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 。はい、それでは正面からお見せいたします。リフルしてだいたい5枚から10枚の間ぐらいで、くるん回転させて、でくる回転2回やって、シュン回します。でシャーリーカットシュッ、こんな感じでございます。シュビッシュビッシュビッ、くるん、こんな感じでございますね。お、来た。で、最初に派生がいろいろあるっていう風に言ったと思うんですけれども、まあいろいろ遊べるやつなんですけど、例えば一番最初のやつをですね、こう普通にリフルするんじゃなくて、全部パパパーってやって、残りをですね、5枚から10枚ぐらいにした時に、こうやったりとか、まあ導入の違いだけなんですけれども、こんな風にしたりとか、あとはこういうシザーカット、シザーカットじゃないよ、これは。アッパーカットか。の最後のパケットちょっと少なめにして、このポジションにして、こうやったりとかですね、まあいろんなやり方がございますので、好きなやつをやってみてください。次女がいきなりすごい上手になりました。多分カメラに慣れたからかな。はい、であとですね、こうやった後にこの後にですね、ピンチョーにこういう風にですね持ってくることもできます。これオリバーさんのやつですね。シュッとやった後に、この後にですね、くるんとやった後、こういう感じでピンチョーに持ってくるという感じでございますね。もう一回これピンチョーもできます。まあ、ピンチョーのやり方は、
他のね動画で解説しておりますので概要欄とかをご覧いただければなと思います。ちょっと娘が元気になりすぎてきたんでちょっとこの辺で終わっとかないとやばいですね、はい、で枚数が多すぎると回転がちょっとねしづらいですので、まあ、5枚から多くても10枚ぐらいが目安でやっていただければなと思います。はい、まあいろいろ手遊びしてですねバージョンとかをですね個人で変えてみてもいいかなと思います。はい、こんな感じで適当に遊んでてもねいいですね。失敗したけど結構ねいろいろ遊べるねフラリシかと思います。ピュンピュンピュン。はい、ってなわけで今回はですね久々になりましたがまたこちらのちょっとプチネタのですねフラリシのご紹介でございます。名前は特にございません。スピーク系の何かしらのフラリシかなと思います。ぜひ皆さん遊んでみてください。シロリンパ。ちょっと娘たち元気になりすぎはい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしかったら高評価チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またねかなり不定期になるとは思うんですけれども、まあ、たまーにはこういう普通のねあの解説チャンネルなんかもさせていただきたいなと思います。普段はねショート動画でねよくわかんないカジスリばっかり更新してるんですけれどもそちらをねぜひ見ていただければなと思いますはい、ということでまた次回いつになるかわかりませんけど普通の動画でも、ショートの動画でもお会いしましょう。ということでバイバイ。はい、お出てきた出てきた。はい、1歳半です。次女ですかわいいはい、最後に元気だった正体をお見せいたしましょう。次女はね1歳半になりまして上の子はですねもう先月3歳になりました。うーらこんにちは。こんにちは、ね、バリッバリ喋りまくり。大きい声で食べてよ自分の名前言っちゃダメだよってビデオの時まあピー入れるけどね、もうバリッバリ喋りまくります。また次。うん、ありがとうこんな感じでね姉妹可愛く同じ服でございますということでバイバーイ。おーぶど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 。あとね下が畳のところに引っ越したんで子供たちは遊んでも安全っていう感じでございます。じゃあねバイバーイ。あれ怖いな君あれバイバイは。バイバイはい天使たちです。こうしまって。え、しまう、わかった、ごめんね、邪魔だね。はい、わー大好きありがとう、パパも大好きだよ。ママはい動いてよはい